騎手、競争馬調教師、青森県八戸市出身。騎手時代の1935年に、金ちゃんで、阪神提出五勝点に優勝。1941年より調教師に転じ、第二次世界大戦を経て、国営競馬、日本中央競馬会で、活動、1971年のビクトリアカップを制した太陽寿や、 重症4勝を挙げたエディモローラなどを管理した。1991年2月定年引退。息子の大久保哲夫は元 JRA 機種。娘向子にそれぞれ門下生の高橋隆志と沖吉夫。孫に高橋亮がいる。なお、名前が一文字違いの機種。長教師に大久保福松と大久保房松がおり、後者とは同居であるが、それぞれに近親関係はない。 1912年、農家の次男として生まれる。家で飼われていた農工場に親しみながら育ち、尋常小学校卒業後、七古町の県営牧場に入って若駒の育成に当たった。近隣に官営の大根馬場があり、教官として勤務していた人物から、騎乗技術を学び、八戸競馬場、金木競馬場といった畑競馬で騎手も務めた。 1929年10月、職業騎手となるため、勤務した牧場の責任者であった、友村常吉の弟で、公認競馬の京都競馬場で、騎手県庁教師を務めていた、友村哲次に、弟子入りした。1931年に、騎士免許を取得。4月19日に初騎乗、初年度は、勝利を挙げられなかったが、翌1932年4月3日、 通算33戦目の障害競争で初勝利を挙げた。以後勝利数の面で目立った成績はなかったが、1935年、金馬金ちゃんを買って、阪神提出五焦点と阪神記念を制した。1941年、師匠の友村が、ユ佐公平の支援を受けて、満州国で養豚業に携わることになり、これをきっかけに騎手を引退し、調教師に転身した。 騎士としては通算527,055勝の成績を残した。開業当初は有力場所に恵まれず、もっぱら、天をもって、旧車を回転させることを余儀なくされた。初年度6勝2年目の5勝から3年目には18勝と成績を伸ばしたが、1945年から太平洋戦争の戦況悪化により競馬開催は休止され、 東西で万馬機動隊が編成されて、大久保は終戦まで東北地方に派遣された。終戦後京都に戻り、1946年10月の競馬再開に伴って活動を再開。つなぎが速歩競争を中心に、1958年に32勝。翌1959年には39勝を挙げた。1964年、作手芸王で、 アラブ大正天を制し、調教師として、開業23年目で重賞を初制覇。1971年には、太陽とぶきが、ン馬三冠競争の最終戦、ビクトリアカップを制した。翌1972年には、死去した大久保亀次から管理を引き継いだ、パッシングゴールで重賞2勝を挙げ、これをきっかけに、同馬の所有者である山本真一が、 国脚についた。1980年代に入ると、山本所有馬を中心に、旧社は最盛期を迎え、菊花賞2着のパッシングサイヤー、京都4歳特別を制した大島鈴蘭、重賞4勝のエリモローラといったオープン馬を輩出。1981年には年間33勝を挙げ、自己最高の全国ランキング4位につけた。 1988年にパッシングパワーで金ャ地賞を制したのが最後の重賞勝利となり、1991年2月、先立って導入されていた定年制に基づいて調教師を引退した。日本中央競馬会が発足した1954年以降で通算7033,681勝、内重賞12勝。2001年2月24日、 病気のため88歳で死去した。提出後商店優勝の金ちゃんと大久保主な機場場主な管理場太字は門下生。括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。